はい、こんばんは。はい、こんばんは。チャーハンです。すっかりお昼探索どこか夜になりましたが。そうなんですよ、お昼探索。昼探索だと思ってちょっとね来たんだけど、渋滞といろいろなことで夜になっちゃいました。はい、というわけで場所の暗くて暗くて場所の紹介、三重県多気郡多気町のありがとうございました。ありがとうございます。コメント。五景池でいいのかな。五景池かわかんないんですよ。池付近砂利の駐車場で検証してみてください。砂利道がわかんないんですよ。どこか今駐車場がわからんくて池をぐるっと一周したんだけど、ここにほとんどなんか石のなんかはあるんだよね。うん、なんかモニュメントあったからとりあえずここにそう、うん、しとこうって止めたんですけどね、どこがわかんないんです。まあでも以前じいちゃんはんが来られた目木峠トンネルに近いところですってあるから、この池なのはまあ確定なんですよ。確定だね、確定で、20年前くらいに知り合いの霊感ある人が、うん、当時多いなこの場所には霊がいるって何度も言っていたので、うん、それを見てほしいと。ああ、全然 OK です。目木峠トンネルにも付近にもいると言っていました。今もいるかは分かりません。さすがに20年前の情報だからね20年やでな、10年一回りやでな。幽霊って20年経ってたら消えてる可能性十分あります。いや、そんなことはないと思うよ。20年前ってに例えばいるってやったら、まあ今もちゃんといてくれる可能性はある。ある。その人が本当におるって本当に気づいてたらな今パキンって言ったね。いったね。車の後ろ方が何かになりましたけど、怖いな。なんかパキンって言ったぞ。落ちる気もないもんだ俺。何の音だ。あ、見ないの。上に木があるんかな、木の実かなと思ったら、それはない。さて、何の音だろう嫌な予感で、はい、今言った要は幽霊がいるっていうのと、あと、はい、まあ個別でね、でここのその池は三重県最大のため池で江戸時代に作られた、うん、心霊スポットとしてはあまり有名ではありませんが、いわくつきの場所となっていて、地元では夜はあまり近づかない、そんなスポットです。いっぱい車通ってたで全然大丈夫。前にもう誰がもう有名じゃなくてもそこに幽霊が、俺は楽しいんです。僕ミッキーマウスより幽霊や、うん、ディズニーを敵にしてはいけないエスパーニャよりでもまあ三重といえば僕心霊よりも赤服が上だで、赤服の次心霊やで、うん、なお今日赤服には行けなかった模様って。そう誰かさんのせいでさ、ナビが悪いもんでさ行けなかったんすよ。違うよ、悪いのは渋滞だよ。渋滞を避けていくのがおめナビの役目なのに、まっとうまっとうに 100m 進むのに30分でここの池ではその心霊現象というかそういうので、本当やな、ここの写真だな、これ、うんうん、池の作り方自体に問題があったり、なんと問題何人がやはり亡くなっている模様、若いカップルが亡くなった。ここの池はアヒルボートを漕ぐことができるのですが、あ、そうなんだ。そのボートに無断で乗り池を漕いでいたら池に落ち溺れて亡くなった話がある。アホやな。それだなお前。ただのバカとしか言いようがない人たちですよ。責任者いないところで勝手にやって勝手に落ちるんだでしょう。ごめん、バカだなとしか言われへんけど。まあいいんですけど、ご自由に。溺れて亡くなった話がある、うん。確かにこのアヒルボートは乗ろうと思えば乗ることができる場所にある。ですが、しかも夜ならほとんど人が通ることがなくなるので、うん、ふざけて遊ぼうとする輩が、うん、出てこようと思えば出てこれると、うん、でこの池の周りを囲むように作られた道があります、うん、おそらく池の奥側の道、さっき俺らが迷子ってたとこかな、うん、ではそこでは女性の霊が出るという、うん、これは噂の亡くなったカップルのうちの女性の方でしょうか。まあカップルが亡くなったこと自体本当かどうかは分かりませんけれど、うん、池である以上どういった形であれ亡くなった方がいるのは確かだと思う。せやろか、探すしかないな。この池
あとはこの池を作るときに人柱を立てて完成させた話があり、その生贄に捧げた人数が5人であることから、うん、数字の5と5を書いて、うん、奇変に土土の経緯で池という名前にしたのではないかと言われている。恐ろしいな。まあでもそのなんていうの、実際その心霊スポットの記事にはあんまりならないようなマイナーなところではあるんだけど、うん、まあ地元では有名であると。どこ行くねー。もう一回一周してみる。一周してみます。砂利道は、砂利道が気になるからさ。これ左やってくる。はい。え、ここ砂利だもん、これここだ。ここだろうね、多分。なんかそれっぽいものがあります。確かに言われてみれば、うん、ここが確かにそうだとあればの話です。想定としての話ですよ。幽霊自体はいる。オーブは見えますよ。この目でも見える、はっきり見えるもん。へえ、うん、この辺りはっきり。この辺、この辺指さしていて。これが見える証拠。これが見える証拠。オーブが見えてますよっていう証拠ね。うんうんうん。俺疑ってないからね、一応言うけど。でも今回新しいやろ。この指差しねって言ってオーブをちゃんと指差しね。あのね、それやるんだったら三脚用意してって言ってほしかった。こいつ刺すときにやっぱり動くのが早いもんで。うんうんうん、こうやって動かしてって言うと今度手がボケるやん。ああはいはいはい、うん、だからさ、まあまあ映ればよかったかなっていう感覚でやってるんだけど。新しいでしょ。新年の取り方が。オーブンを指さすムイ君どう。こんな指さしてって言われることそうそうないよ。いや、これが要はその霊魂が見えるか見えてないかの違いだと思ってくれればいいです。うんうんうん、今いいこと言っとる。ちゃんと映っとる。暗いね。ひどい。これが僕が霊魂が見えてるか見えてないかの、まあ、一つの目安と思ってくれればいいです。これが写真と僕が見えとることが同じ。ただオーブ指さしてって言っても、うん、オーブは動いてくれてるもんですから、ありがたくスピード速く、うん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 、なかなかピンポイントで差は映すことはできないけど、やれることはできます。でもここすげえな。オーブたくさんいる。すげえな、ここ。あ、違うな、これ星空見ていってるな。違う、すげえな、ここ。なんでこんなにオーブがたくさんあるところに水があったの？ここなのかな、砂利道。ここだよね、砂利道。まあ砂利道の駐車場でってあるので、幽霊がうんぬん言ってたから何かしらあるんだと思うんですよ。いいよ、そこら辺ずっと映してて光当てた。映しててって言ってもな、あともう大体見るところがないのよ。あれ、入るの NG。 一人で行くな、そっち。思った以上にガチな声でした。取り濃くなった。今ムイ君がここ用ってさ、ここに大きなオーブンか見たい。大きいの。え、遮るようにってこと？そう、動いたらこっちに向かったで。ここ何なんだろう。こっちにある。鳥居があるんだね。
冷凍か何かですか。ここじゃねえかわかんねえけど、うめほら、誰かさん、どっかのあれと一緒、鳥肌チキンスタンドアップ、チキン肌スタンドアップ、なんだここ。具体的には何、幽霊の数そんな多い、数多いな。で、本当応募多い。どこぐらい今まで行ったとこだと。あ、中入ってる系ですか。入る系だよ。今ちょっとコンタクト、はい、誰かこちらを見てる、こちらを見ている、今コンタクトを取ってるんです。いるならば、ラッポンでもいいですから知らせてください。もう一回光り当てて、あら、このところに小さい仏像、うん、石像が、あ、でもお邪魔します、お邪魔します。今来てんですけど、まあ本当にすごい、今本当にマジでずっと何度も見せますが鳥肌が、今僕らがいるこのとこで思うんだけど、ここがすごい寒いんですよ。ここだけは池側の方っちゃ方だな、池だから寒いっていうのか、違うと思うよ。嘘、違うかな。え、それは今ここにいっぱいいるって言ったじゃないですか、うん、みんなこっち見てる系、そうでもない、みんな避けてるね。すげえな、ムイ君ってモテモテやね。あ、めっちゃ映ってる、うん、多分ここだと思うんですけど、まあ違ってたらここだと思うんだけどな。僕も左道で駐車場っぽい広いとこ行ったらここしかなかったんで来てみたんだけど、うん、まあここはここでうん、やばいやばい、これは本当に例えば霊感ない俺が一人で来てるのも良くない系な場所なの。あなたなら大丈夫かもしれんけど、引き寄せる癖ある人たちだったら、ちょっとでもなんか感じるような人だとまずい。まずいな。やたらめったらこれ見た方がいいかもしれない。何の方が。
もうね、本当にすげえ。こっち見てる人がいっぱいいるもん。この駐車場だけでこれだったらすごいぞ、これ。ざっくり何人ぐらい？ 10 人？ 20 人？見てるのだけでも8人ぐらい。顔が映らねえんだよな、このカメラで。その8人は敵意ありでこっちを見てるんですか？いや、敵意はないな。単純に何しに来た的な、そういう部外者に対するそれか。そうだね。まあ、ならまだセーフっちゃセーフなのかな、今で。セーフなのかアウトなのかようわからんけどね。まあ、霊感を持ってる方が来るのは危険だと。遊び半分でこの鳥居は怖いぞ。ああ、さっきの鳥居か。怖いな。ちょっと怖いけど。今までの鳥居の中で一番怖い鳥居。こんななんか、怖いな。なんていうか、ねえ。ちょっとバカにしてました、我が。うん。すっげえ舐めてます。失礼します。写真撮らせていただきます。今のカメラでうーんっていう音聞こえ入ったかな。車の音じゃなくてか。うん。カメラを撮らさせていただきます。うん。カメラそっち向けてるから。拾えてる可能性あるっちゃあるけど。ラッポンかなんかいたら、ラッポンかなんかやっててください。めっちゃ広いな。写真撮影終わったら喋っていい？じゃあ全然喋ってくれとっていいよ。質問があったらいつでも何でも受け付けるから。でもライトあなたにも来てると邪魔じゃないかなって思ってるんだけど。俺映っとって何か映るもんないかな。あなた霊感あって、あの要は他の幽霊弾くんじゃないの？いや、引き寄せたいの。引き寄せるだけならできるんですか？うん、引き寄せたら俺は全部消去する。とんでもねえ熱見取りだ。要はここはまだなんていうの、心霊スポット好きの、だからそういう心霊マニアの中だと、うん、全然マイナーな場所で、近くのメキトンネルの方がやばいって、うん、あるんですけど、ぶっちゃけどっちの方があなたは体感やばいって思ってます、霊感で。メキトンネルと、そこに鳥居くぐるなら俺、喜んで メキトンネルくぐる。あ、こっちの方がやばい。この鳥居すげえな、なんか何なんだろう。さっき言った江戸時代に作ったのあれなんですかね。江戸時代なんて残っとるか、こんなもん。空襲で焼かれてる可能性。ダイヤロー。どうなんでしょうね。寒い。寒い。夏なのに。皆さん、ここがどうだか、愛子愛子さんの紹介で、三重の何やった？五景池。五景池、うん、来てみたんですけど、多分ここだと思うけど、もう一回一周して、ああ池の周りを、はい、うん、トンネルあったじゃん。ああ、はいはいはい、あそこも行こうよ。了解っす。ほんとここだけ砂利道の、ちょうど池挟んだ反対側ぐらいかな。今砂利道以外でここしかなかった、まあ一周して砂利道の駐車場っぽいとこだったらここしかなかったもんで、ここを撮影したんですけど、まあもういるとこいるとこ、映すとこ映すとこ、もうほとんど囲まれてます僕ら。今さっきより増えましたか、数は？増えましたね。ここだけで100枚撮ってもずっと撮ってるよ。うわ、虫が入った耳の中に。嫌な予感がする。なんていうか、ここはあれ、
霊感ない人だけで来てカメラパチャってやってオーブ撮れる系ですか？撮れる系、ここ簡単だよ。おすすめですよ皆さん。でもさ、心霊スポットではないぞ。ああ、霊が集まっているけど、霊が集まるっていうよりも、うん、この辺りに、うん、次元、この次元とこっちの次元が違うっていう。ああ、境界があるんだ。境界がある。境目が。このこから、このぐらい、どのぐらい、画像でわかるかな。このぐらい。なんか丸型にってことですか？にと、こっちとこっちが違うっていう。ああ、そんなレアな場所あるんだ。いや、なんか近寄ったらまずいかなと。こうやってやって肩を添えて、うん、済ませめると分かる。何か感じる。具体的にどんな感じを持てばいいの？なるほど。そうそうそう。動画で伝わんねえよこれ。伝わんねえかな。ちょっと今日ちょっと詳しくやってみたんだけど。え、ここにそのなんていうの、たまり場じゃねえよ、境目があるっていうのは。ここにそう引き寄せるその冷たい空気があるの。ここにこうなんか変なブラックホールみたいなのできてるわけだ、薄めの。そうそうそう、ここに。ここがだから、霊感ある人はそれに気づける。気づける。うん、これを教えちゃうとそうやってまたなんかうわーって騒がれると困るわけやけど、うん、これは一切やめてください。なんならじゃあ例えば、うん、暴走族のたまり場がここに集まりました。何か悪いこと やってやって事故ったってなら分かるような気がする。ここでさっきみたいに車ブンブンブンって俺やったじゃん、はい、ああやってやって事故するのもおるかもしれない。うん、そっか、そんななんかやばい場所か。でもあれだね、ここにすごいね、ここに立つなんて珍しいな。池がやばいっていう感じじゃないですね、それだと。なんか立地？立地の問題なんだろうな、これ。立地系だろうな、多分。で、今、はい、向こうに2体いるんだけど。はい、いらっしゃいますか。2体同士が喋ってんですよ。おうおうおう。こっち、俺らの方を見て。うんうんうん、珍しいことです、それも。幽霊同士が喋るのか？喋るのが。向き合ってる？消えた。あらん。眩しくねーって感じだね。そうです。帰った方がいいです。帰った方がいいです。うん、もううるさいそうです。怒らせないうちに撤退しますかい。ひどいな、うるさいなんて言われる。さあ、皆さん、愛子さん、名前言っちゃあかんか、やっぱカットしといてね。どうなんでしょうね。うん、やがられるかもしれんで。しゅうささんの、ね、紹介できたここ、うん、何回行け？ 5 回行け。5回行け、うん。5回行けに来てみました。はい。